どうもおはようからこんばんは、殿でござる。コールオブデューティーインフィニットウォーフェアキャンペーン続きをやっていきましょう。現在の目的ですけれども、まあこの話はあとはジャッカルに乗ったら終了で、どうやらね、敵の船をまあ攻撃するらしいんですよね。まあ直接乗り込むみたいな感じのノリにはなっているんですけれども、まあね、彼がちょっとね作業に集中できないかもしれないので、私はそろそろ先へ進ませてもらいましょう。お前はソルターと、イーサンは俺と行く。俺は訓練じゃない、本当はダメだ、置いて行け。俺が選んだチームだ。そうだ、俺が選んだチームだ。さあ飛び出そう。まあね、イーサクもね、まあマスコットみたいなキャラかなそんな感じで我々の軍を盛り立ててくれている。おお、指を上に上げている。まあ多分これのね、ハッチを開く合図だと思うが、この二人でまた空中戦をやっていくのか。いいだろう、超久々ですけども大丈夫かな航空戦力もほとんどない状態で、まあ、なんとかこの月基地、まあ、奪還はできたが、次は、ね、あの敵の船に攻め込むと。もうドンパチやってるじゃないですか。大丈夫、走んな。よし、走んだ。さあ発進。さあ空中戦やっていこう。超久々なんで操作がわからんかもしれんが、了解した。ちょこちょこ食らっているんですよね。とりあえずロックオンはしていくが、ブースターで振り切ることが果たしてできるかどうか。後ろからどんどん狙われている気がする。とりあえずフレアを出して牽制しておいて、しかしどこから撃たれているんだ。とりあえずブーストで加速、まあ中央からは離れよう。フレア射出。敵のミサイルは誘導式だ。コーストガードのジャッカルでは対抗できない。タイガース、この差を埋める手段はないか。敵はまだまだ来ている。落としていくぞ。フライ、サプライドローン、これはどういうことだ。まあデコイみたいな感じで、まあ敵を撹乱してくれるとは思うが、お、ついた合体した。補給完了。スカ、ミサイルで奴らを撃て。さあフレア射出、ミサイル接近。これでなんとか牽制はできてはいるが、スカ、敵がエージャックを出してきた。あれは敵の航空勢力若干大きいぞ。おっとフレア射出、ロックオンしてミサイル。さあフレア射出。ふう、危ない危ない、かなり体力が危ない状況であるが、とりあえずフレアを射出、牽制しながらなんとか外から回り込む。おっと味方が誰かやられたか。よし、一旦離れよう。フレア射出、なんとかミサイルを牽制。あとはあれか、フレアを射出しながらなんとかあれを落としていきたいが、サプライドロー。さあフレア射出、これでどうだろう、まだ残っているな。でこのサプライドロー君、どうやら補給している様子。いや、だが突っ込むしかあるまい。フレア射出、ロックオンしてミサイルを打ち込む。でフレア射出、お、撃墜した様子。ふう、かなり危ないな。だがどうやらまだもう一機残っている様子。体力はなんとか回復している。一旦離れて距離を保ちながら接近。さあ様子を見ているが、おっとフリア射出、移動しているな。さあフリア射出、あとはミサイルがあればいいが、
定期的にこちらを狙ってくるな。ミサイルはもうない様子。お、撃墜した。危ないな。ミサイルがもう残存ゼロになっている。あとはフレアはなんとか残っているが、もう敵の航空戦力はいないか。なあスカーチーム、軌道打ち上げのため集合しろ。了解、さあ上がろう。ほう、発射シーケンス開始。お前を待ってる。現在は自動操縦中。この残った航空戦力でじゃあ敵戦力を倒すのか。で発射。レイダー、タイガースが左舷エンジンに損傷を受けている。至急支援を頼む。アクセル、レイダーは敵艦に接近し搭乗後無力化する。スタンバイ。できるのかな。結構きつそうではあるが、もしかして以前あのワープしてきた敵のまあ大型戦艦かな、それを狙うのか。こちらが退避後、タイガースが攻撃する。まずは我々が内部に入ってかく乱で、その後脱出した後タイガースが敵の船を落とすのかな。見えた、タイガース目視したぞ。でもタイガースも被弾しているらしいですよね。任せるフィーバー。左のくどうもみんなトリッキーな動きをしているが、あれか、いやだが味方が落とされているぞ。大丈夫か、果たしてこの戦力で乗り込めるかどうか。おお、乗り込んでいく。ブラックそこに向かおう。で上昇か、なるほどね。こうやってアンカーを出しながら接近していくんですね。さあ敵がいる。回転。11時方向。よし倒した。さあ前進前進。どこからか撃たれている。あれか、お味方がいる。アクセル、スケルターを制圧しろ。なんとか下へ行きたい。よし味方援護するぞ。あれは死体か。だが横から狙われている。敵のこういう守兵もね結構いるとは思うんですけれどもね、さすがにあれは倒せんか。おっと味方はもう前進しているか。まあ待て待て、私も行かせてもらおう。これさすがに、さすがにあれは引っ張れないか。あとはどこへ行けばいいんだ。もうどんどん上に行く。おお、ひっくり返った。突入を始める。あとはどこから行けばいいんだ。味方よ、そこか。これで突入。お、偉いね。自分がショートしないか心配だぞ。いいさ、大丈夫かな。ここがブリッジか。なんかこう歩いてるとすごい滑るんですよね。お、重力が戻ったか。指揮官のカード。じゃあ指揮官はここには、ああ、いましたね。彼が指揮官か。あの窒息しそうだった彼が指揮官。タイガースアクチャル、プライマリーエコーはダウンした。キャプテンブラッドリー・フィリオン。ここからいろいろ操作はできないんでしょうかね。しょうがない、普通にここから進軍して中から制圧、中を制圧していくしかないか。お、どんどん下へ行きます。敵の船なのによくいろいろスイッチわかるね、偉いね。まさか通じているとかないか。とりあえずはね、多分この先どんどん進んでいって、何やら何やらカードを使うかもしれませんが、さて果たして敵が出てくるかどうか。ブリッジが制圧された状態ですが、敵は我々の動きに気づいていないというのか。なんともんびりした船ではないか。まずイーサン君がこっそり潜入してはいるが、オマー軍曹たちも大丈夫かな。コンバットコントロールはここを抜けていきます。一つ下のデッキです。了解。まんな、見えないんだ。では我々はこちらから行けばいいんですね。
ダウンを調べる。敵の姿は見えない。ラジャ、捜索を始めろ。行け。ふむ、ブリッジの異常に気づいているか。片付けろ。仕事大さん。すまんな、グレネードを投げようとしたら思わず撃ってしまったが、別に挑発ではないぞ。お、これで乗り込んでいくんですね。指揮官のカードを使ってください、キャプテン。ピックピックしている。まだまだ痺れているか。ここでカードを使う、端末をハック。侵入します、キャプテン。兵器が封じられた。さあ、他にも何かあります。ほう、なんだ、まだ情報を持っているか。引き出せるか。さあ、ダウンロード済みです。仕事が早いね、さすがだ、いいさ。兵器がダウン、回収地点に移動する。さあ、撤退するぞ。まあ、私が指揮官のカードを持っているんで、これで敵がどうこうすることはできない。カーチームに通知する。アレスがジャンプで離脱しようとしている。キャプテン、すぐに船からチームを下ろせ。残り時間は最大でも3分だ。あと3分しかないのか。攻撃を始めろ。敵がどうやらまたワープで逃げようとしている様子。急ぐぞ。おっと、まだ生きているか。ふう、こっちからも行ける様子。センサーハック、ハッキングしたんで、こちらから、お、武器庫を発見。素晴らしい。だがそんな時間はないとは思うが、これは何だろう。ふむ、武器か。今そんなことをしている場合ではないかもしれん。もしかしたらいい武器がね、落ちているかもしれませんが、先に進みましょう。なんせ時間がないですからね。よし、ゴー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 。やばいな、敵の機動兵器がいる。何かあるかな。ですよね、前みたいにね、あのレーザー兵器とかないんですか。おっと、目の前にいるではないか。そうだ、時間がない。とりあえずはあの機動兵器は倒す必要はないかもしれん。まずはここを突破することが重要だ。さあ、ゴー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 。まだ生きているか。リロディ。おっと、いるではないか。甘いわ。この下に行けばいいんですかね。おっと、あれを突破するのはきついぞ。だがあともう1分を切っている状態。お、これは何だ。減圧が始まる、捕まれ。ハッチを開くみたいなものか。機動兵器も吸い込まれていく。素晴らしいぞ、みんな吸い込まれるなよ。タイガス、こっちは足がいる。だがもうあまり時間はないが、大丈夫か。お、あれに乗れるのか。よし、発進する。よし、なんとかギリギリで間に合いそうだ。おお、むちゃくちゃ攻撃を仕掛けている。よし、やれやれ、ワープなどさせるものか。大丈夫か、衝撃に備えろ。任務完了だ、タイガス。スカーは起動する。いや、むちゃくちゃドンパチやってまして、まあ航空戦はかなり厳しかったが、なんとかまあ敵の船かな、落とすことができて、そしてあとは月の基地も奪還することができました。お、なんでしょう、提督。攻撃の6時間前に流されたこっち艦隊長の艦隊放送をストラットコムが解読した。ラジャ、艦隊長、続けてください。今日ザ・フロントは征服を始める。これより我々は
コッチさん顔に傷があるんですね。なかなかかっこいいぞ。かなり意気込んでいる様子。一応月で戦っている我々に若干反撃を食らった彼らではありますが、やはりあのレーザー兵器があるので、多分ねまだまだいろいろ手は持っていると思う。これは最後の抵抗になるかもしれない。わかりました。いけるのか果たして。修理の報告です。ハンガーが復旧しました。いいぞ。お、早いね。これから戦果の報告に取り掛かる。イーサン、軍曹の報告書の手伝いをしろ。イエスサー。俺一人でできる。そうだろうな。命令だイーサン。承知しました。あの二人が仲良くなればいいんですけどね。あの二人が一緒の時間を作ったのか。見れないのは残念だ。俺はオーにかける。私はイーサンだ。自分で命令しておきながらオーマーにかけるとか言うんだ。肯定も否定もできないボス。イエスと受け止めよう。言うまでもなくイエスだ。新たな歴史の幕開けだな。上に行こうレイエス。見せたいものがある。どうだろう、我々の歴史の幕を閉じることになるかもしれんぞ。必ず帰ってみせるよ。それと分かってる。なんかこうこの2人の信頼関係も、まあ恋人っていうよりか、まあ戦友っていう感じですよね。やめておく。